なんかもうちょっとずっともう喋、り方になんかずっとこう見とれてまして、質問が今何頭に入ってこなかった。周りから瀬戸さんってこうだねああだねっていうのはどんな言葉をかけられたのが印象残ってますか？まあ、本当に自分で自分の強みが見えないと一緒で、僕はどうやらその場にいると深刻な問題を明るく話せるっていうことが多いです、比較的。なので僕全然重要な発言してないんだけど、瀬戸さんがいるとまあ重要なことを前向きに話せるっていうものが多い。あとはエネルギーをなんか与えることができるみたいですね、うん、僕エネルギーなくなっちゃうんですけど、そしたらすぐにエネルギー与えれることができる人みたいです。いやでもさっきおっしゃったことが分かりますね、やっぱその強みは鼻だっていう。だからある意味初対面でも見えるじゃないですか。それこそ私だって初めていただいたメールで瀬戸さんがその持ってらっしゃる明るさを感じましたもん。そうですか。メールで、メールで初めていただいたメールで、不思議ですね、明るさを感じたんですよ。うーん、でそれは今日初めてお会いして、あ、やっぱり明るさをお持ちの方なんだなって思いました。でも明るさって自分で意識してないですよね、きっとね。意識してないですね。でも私は明るくしいよとか思わないじゃないですか。でもやっぱパンって明るさを持ってらっしゃる。あとは今日初対面ですけど、ね、心開いてくださってんですよね、最初から。うん、なんかこう自分を取り繕って、ああ見せようこう見せようっていうのがなくって、そのまんまなんかこうオープンにしてくださってるから、こっちも最初からこうワイドオープンでいけるっていうか私インタビューをたくさんやらせてもらったので、そうすると無意識ですよ、こんな考えてないんだけど、例えて言うと相手の心の扉が何センチ開いてるかってお互いに感じ合ってるんですよね。で相手が1センチだったらこっちも1センチ開けるし、2センチだったら2センチ開けるっていうのを無意識的に人ってやってるんだと思うんですよ。でも多分瀬戸さんは最初から開けてるから、会う人って最初から開くと思うんです。だからあんまり感じたことないと思うんですよ多分。で私どっちかっていうと閉じるんですよ本当は。怖がりなんですよ。だからこそ瀬戸さんみたいに最初から開いてる方だとすごい楽なんですね。だからそれもすごい強みだなって思います。ありがとうございます。フィードバックいただきまして全く気づかないです、うん、そうですよねそうだと思う。じゃあ今日はじゃあ開けてくださってるんですね、心を。いやそれ瀬戸さんがですよ。瀬戸さん、僕が、うん、瀬戸さんが最初から開いてるから開けてもらってるんですよね。だからそれってねすごいと思いますね。で私の場合は例えばそのインタビューするときに相手の方がやっぱり慎重な方でね、閉じてる方もいらっしゃるわけですよ中にはね。そういう時は自分が意識的にインタビュアーとしてのスイッチをオンにして開けるぞと思って開けたりします。うん、開けるぞっていう感じです。でも今日は勝手に開いちゃうんですよ。でもそれって初対面の時って人と人って距離がありますよね。それをこうなんとなくこう時間をかけて縮めていく、その時間を必要としない方だと思います。それすごいことじゃないですか。いやもう本当に意識したことないんですけど、うん、ありがとうございます。確かに似たようなことは言われたことありますね。本当にだって人と会うのお好きでしょ。あでも内向的だってさっきおっしゃってましたね。そうなんです、内向的なんですけど、あただ1対1はいいんですよ、1対2ともいいですし、はい、2対2でもいいですし、少数はいいんですけど、はい、大勢だとちょっとこう引いちゃうんですね僕やっぱり。ねそういう方すごく多いらしいんですよ。仲間に聞いてみたんです、話し方においてどんなことに悩んでるって。そしたらやっぱりね、グループちょっと大人数で話すときにどのタイミングで話していいかが分からなくて疲れるって言われたんですね。ああそういう悩みがあったんだと思ったんですけど、瀬戸さんが大人数はちょっと苦手と思われるのってどういう理由ですか？僕は多分その人のことが知れない可能性が高いのが僕にとってあんまり心地よくないのかもしれません。なるほど、苦手っていうか好みじゃないっていう感じですか？じゃあ、まあ、もしかしたらそうあるかもしれませんね。 あとは全員気を配れない、まあ、よくあるじゃないですか、なんか頭の後ろに目がついてるかのごとく気が利くような人と、なんかこう灰皿出したり、今はないかもしれませんけど、はい、灰皿出したり、お手拭き出したり、こぼれてたら、
もうそんなの、まあ、別にやる必要もないんですけど、そうですね、今やる必要ないんですけど、まあ、と強みじゃないんだったらやんなくてもいいからって、けど多分僕はその場を全部こう把握したいんだと思います、はい、けどそれができないのが大勢だからなんじゃないかなと思います。あー、なるほど、全体を把握したいのにできないことがストレスになってる。まあそうだと思うんですけどね。だからどっちかというと一人の人とこう密な時間を過ごすと僕は満足する、うん、でそれが人数が増えるとこう薄れるじゃないですか。薄れますね、はい、でもそれが あんまり良くないというふうに自分では思っている可能性が高いと思います。私も大人数好みじゃないんですよ。うん、なんでかっていうとやっぱり全員に共通するお話になるからどうしてもちょっと薄っぺらい話になるじゃないですか。それが悪いわけじゃないんですけど好みじゃないんですよね。私いつも言うんですけど私の好みとしてはその人と深いところで握手をしたいっていう感覚がずっとあって、どれぐらい深くで握手できるかっていうのが私の好きなコミュニケーションなんですね。でも少人数だったらそういうことが可能だけど大人数だと私またファシリテーターをやっちゃうので喋ってない人がいると気になっちゃうんですよ。あ、けど僕あれそれあのアクジュ YouTube で見ましたそれ、なんかやってました。ね、そうあの、はい、婚活の時に あまりにもなんかこう人と人とが話さないからそれをつい仕切ってしまうっていうのをあれちょっと見てて爆笑してました。あれそうなんですよ、私婚活パーティーに行った時にあのここにねコップがあってその中なんか紙がいっぱい入ってるんですね。で男女って6人でこう周りに立つんですよ。あれ立った方が会話が盛り上がるからだと思うんですけどよく考えられてるんですよ。でこう1枚カード引いたらよく行くコンビニはとか、これもまたよく考えられてて深く考えなくってもちゃんと喋れるトピックなんですね。いちいちそんなもう勉強になるなとか思いながら、でまあなんかよく行くコンビニはとか言って言ったら あのファミリーマートですとか言って、あそうですかシーンみたいな、でああどっち回りにしますとかっつって、じゃあもう我慢できない、時計回りにしましょうかっつって、じゃあ次の方どうぞとかっつって、でセブンイレブンです、それだけかいと思うわけですよ私としてはね。もうちょっとなんかあるやろうと思ってもう聞いちゃうわけですよ。セブンイレブンですか、セブンなんかよく買うものとかあるんですかっつって、あそうですねこういうものとかなんとか、同じ方いらっしゃいますとかっつって、もうなんかファシリテートしちゃったら全然モテない。いやけどそれ強み出て、あ、まあ、モテないのはよくないですけど、あの強みなのかな、だモテないんだよ。いやけどだって問題解決してるじゃないですか、だってねその場の、あ、ね、確かに貢献はしたと思う、ね、みんなは会話が多分盛り上がったのかな分かんないけどそれでいや寂しかったですよ、50人ぐらいいるんですよ、50人ずつぐらい、それで、ね、はいそれではって言って、皆さん気に入った方のところにお話しに行ってくださいって言われて、まあ、なんとなく女性が待つわけですよね、待ってるわけですよ、誰も来ないでしょその時誰も来なかった女子が2人、私と、なんとなくあどうもって言って、あどうもみたいな、ほんでそこに一人来たんですよ男性が、もうなんかドキドキですよね、そっちの方だったんですよもう私一人ぼっちになっちゃって100人ぐらいいる中で、もうね、えなんでなんですかそれは。なんかいやだからもう強み発揮しすぎたんですよ質問ちゃんと問題解決そうそう、それあんま好かれないんですかね日本では、そういう調子は、ね、いやまあなんかけどいやそんなことないと思うんですけどね、けど引いたのかも、なんかちょっとこううわーってやってたから分かるんですけど、私あの時ほどフィンガーフードを食べたパーティーはないですねめちゃくちゃ食べましたよあれ、もう本当にだって食べるしかないですもんね、だってもうそうすることない、だってこうなんかこう待ってるのもなんかちょっと恥ずかしいんですよ、一人でみんな盛り上がってるのにどうしようかなと。けどアッコちゃん切り替わるのって多分あったんじゃないですか、だって今日だって、はい、あの最初僕たちすっごく、はい、あのカジュアルに喋ってて、はい、話した瞬間に始めた瞬間に変わったじゃないですかけどそれと同じようなことが多分起こったんじゃないですか、もしかしたらえちょっと正直にあの引きました、私がパンってスイッチ入っちゃった時。いやいや、あの引きはしないけどなんかちょっと見とれた、あのすごく壁を感じた。あそれダメじゃないですか壁感じた。いやいやあもう全然違う次元だなっていう意味でね。はそう、今私のほらボリューム上がってきたから今ちょっと音声下げられましたよ
いやだってほらあの、はい、だって今もう全然だってもうボリューム違うもんね。もう今もなんかボリュームなんかこの婚活の話になったらなんか声の音が違ってきた。そうですよね。盛り上がってきちゃいました盛り上がってきちゃいました。だから多分婚活の時でも、はい、すごくプロフェッショナルな仕切り方、はい、問題解決と質問したから、はい、でも分かった。それで今瀬戸さんが言われたみたいにみんな壁を感じたのかもしれない。いや、ね、次元が違いすぎてね多分。ああもうちょっと普通にしたいんしますけどあの質問ちゃんってなんか僕すごい気になるんですけど、はい、普通できないじゃないですか。質問って質問してくださいって言ったら質問しないじゃないですか普通。そうですね、できないで質問ありますかって質問最初にあげる人ってやっぱすごく勇気いるじゃないですか。そうですね、逆が、はい、ただそれ質問するじゃないですかいろいろ、はい、それはなんかあれで職業からなんですかそれとも昔からそういうのがあったんですか。知りたがりなんだと思います私。でも多くの方が質問が苦手だってこともだから知らなかったんですよね。だって私にとってはもう質問が止まらないから。でもなんでみんなが質問できないのかなっていうことをこう伺ってて分かったのはまずこんなこと聞いちゃいけないかもしれない、相手の気分を害したらどうしようっていう恐れがあるからっていうのがまずすごく大きいんだなと思いましたね。で、まあ、私がそれに関してどう思ってるかっていうと嫌なことは答えないんじゃないかなって思ってるっていうか、うん、あんまりこんなこと聞いちゃいけないかなっていうのはあんまりない。あ、それは多分自分があんまり何聞かれても大丈夫だからっていうのの裏返しかもしれないですね。うん、あとは好奇心ですね。知りたがりなんですよね。どんどん知りたい。 いやだから私は正直言うと瀬戸さんがなんでその金沢出身で別に帰国子女じゃないのに外資系で働きたいと思ってずっと外資系なのかも聞きたいし、そのあけどそれ答えれます。あ、そうですか、ありがとうございます。けどねこれ僕実はそれ答えれますって言った理由は、はい、実はアッコちゃんに触発された、はい、冒頭の言葉が今でも忘れられなくて、はい、イギリスの話2冊目かなちょっと分かんないけど、あ、2冊目の聞く会話術ですね。そう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 、はい、イズレーリと、なんとかさんって言わせちゃった、なんか偉い政治家さんの。そう、そう、あれ、あとで ぜひこれ出した方がいいと僕思うんですけど、はい、まさにあれと似たような経験を僕したことがあって、まあ、僕石川県の金沢でずっと育っていて、はい、ラグビーしてたんですよ。で全国大会にも行ったんですね。あ、すごい。そうするとまず県内で一番になるじゃないですか、でそうすると自分がすごく強く感じるんですね。ヒーローになるんですよ、はい、ただ全国大会行くじゃないですか、はい、2回戦で負けたんですけど負けるじゃないですか、はい、あ、全国にはいろいろすごいやつがいるんだって言って一応自分 の立場の位置を分かって帰ってこれるんですよね、はい、で石川県に就職したんですよ、はい、で結構僕、まあ、最初は外資系ですか。1社目だけが僕日本企業であるんですよ。そうなんだ、はい、で地元のね、でそうするとそこで働くじゃないですか、はい、結構僕なんかあれ、まあ、仕事できてなかったかもしれないんですけど自分であなんかすごくなんか地元では有名企業だしそこそこなんか業績成績もいいし評価もいいし、はい、自分ってすごいんじゃないのっていうふうに、はい、すごいなんか自分を高めちゃうんですよね。でけど当時インターネットとかでこう見ると、はい、あ、石川県全然なんか人口も少ないし東京と比べるとまだ全然ダメだと。さらにまた世界に比べると世界にいろんな会社があっていろんな人がいるってこと分かるじゃないですか、はい、そうするとガクッと落ちるんですよ、はい、で自分があんまり実は大したことないなっていうふうに思い始めた頃に出会った女性が今妻なんですけど、カナダ人の。そうですね、インターネットで検索しました。 ありがとうございます、はい、で彼女は僕を日本一かっこいい男だと思わせてくれたんですよ。へえ、素敵な話。私の婚活話と大違い、はいはい、自分が石川県で一番かっこいいと思ってたけど全国に行くとあんまり良くなかったって気づいて社会人になって自分はすごくかっこいいと思ったけどインターネットに接続すると自分は良くないって気づいたけど、はい、カナダから来た女性に あなたは日本一すごいよって言われて日本一すごい気分になるんですよ、ね、もうちょっと待って、どんなこと言われたか知りたいです。もう忘れちゃいましたけど。いや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 、本当覚えてます。いや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 、覚えてね。本当に何、あなたは日本一素敵な男性よとか言ってくれるんですか。
やけどね、あのもうことを本当に忘れたんですけども、うん、そういう気分になったってことは覚えてるんですよ。あ、セリフは本当に具体的に覚えてない、覚えてないけど、そういう気分になったんですよ。なので乗りますよね、調子に。はい。で、まあ、それはその、ね、人と話したいと思いますよね。はい。話せなかったら悔しいじゃないですか。はい。悔しくて、あの勉強もしますよね。はい。まあ、だから外資系の道も ありましたし、じゃあ要するに語学が一番上達するのは外国の人とお付き合いすることだっていう、そのパターンですか。まあ、そうですね、うん、そうなんだ、素敵ですね。だっていいじゃないですか、だって彼女とお話ししたいからね、もう頑張るわけでしょ。だから質問ちゃんと同じですよね、はい、あの質問したいけど質問できないから質問できるように頑張って、はい、質問しないと何も入れないから質問しますよね。だって彼女のこと知りたいじゃないですか。でも英語できなきゃいけないわけですもんね、その時に、うん、うわ、やっぱやりたいっていうその自分のこの欲求がモチベーションですよね、一番ね、やらなきゃよりも。そうですね、あのまあすごく素敵な話に思えるんですけど、ただ、はい、あの英語を実際に、はい、あの使う場っていうのはやっぱり仕事してる時間が多いので、そうすると職場になりますよね。けどいや、まあまあまあそうですけどね、なのであの覚えた英語は多分ほぼ職場からだと思います。そうなんだ。ただきっかけは妻ですね。皆さんね、結構その外資系でずっと働いてるとか、あと通訳やってるとか、そういう語学関係のね仕事してる人って、やっぱ海外で生活してた人が多いだろうなってイメージを持つと思うんですね。で最近あの同時通訳やってる大学の先輩に会って話を聞いたら、いや通訳業界って結構全然あの海外に住んだことない人多いよって、で彼女自身もそうだって聞いて、すごくそれは印象的でしたね。だからあの全然日本にいてそういう可能性っていうのは開けてるんだなっていうことを、本当に本人がやりたいかどうかだけで、うん、っていうのを今改めて思いました。いやけどまあ本当にありがとうございます。僕はあのだから逆に今日僕はあのあこちゃんに聞きたかったのは、はい、あの質問をする力って、僕やっぱり、はい、あの日頃から僕意識しないと質問しないんですよ。だから意識せずに質問されてるような気がしてならないんですよね。意識しても無意識ですよ。せずにはいられないですから、癖です。質問しまくってるわけですね。だからしまくってますね。どっちかっていうと私、自分が喋るより質問して聞かせてもらう方が本当は好きです。いや嘘言いました、ごめんなさい、喋る方も好きです。早かったですね今、うん、あの正直いやほんまかなと思ったら、いやいや両方好きだなと思って。でもあのね、私ね勉強が好きなんですよ。別にカリカリするのが好きじゃないですよ。別に新しいことを知ったら世界って変わりませんか。それって自分の見方一つ、そうですよね。自分ってこういう人間だってみんな思い込んでる自分像がありますよね、セルフイメージって。だけどそれセルフイメージっていうぐらいだからイメージなんですよ、完全に。ね、そのイメージが、あ、私ってこういう人間だと思ったけどこうだったんだと思った瞬間にもう行動とか変わるじゃないですか。それが面白くてしょうがないんですよ。飽き性なんですね私。あくちゃん、今僕質問していいですか。僕質問ちゃんじゃないんですけど質問したくなりました、はい、純粋に、はい、今のあきこがあるぜ体験ってなんか一個あの教えていただいてもいいですか。もうそんなのありすぎるな。今のあきこがあるぜ体験、ね、死にかけたっていうのが一番、ま、今パンって出てきました。私ね3歳の時にまず成功率 50% っていう病気になったんですね。で手術しないと死にます、しても助かる見込み 50% です。で3ヶ月3歳で寝たきりで、体ちっちゃいからもう点滴打つ場所ありません、抗生物質で乳歯溶けてなくなりました。でまあなんとかサバイブしましたけれども、退院したらもう筋力もないので歩けませんっていう、まあ、そういう病気から始まり、交通事故も何回もあってますし、熱出せば40度超えて入院みたいな、まあ、体も弱かったですし、まあもう火事にあったり事故にあったり、とにかく何回も死にかけてるんですよ。それでさすがにですね、子供の頃からこうしょっちゅう死にかけてると、なんで生きてるんだろうと思うようになりますね、人ってね。あとなんかわからないけど、その見えない力っていうか、要するに自分の意思とは関係ない何かの力が働いてるっていう感覚もやっぱこうあるんですよね。でそうすると、だから変わった子供でしたよ。もうなんか物心ついた時から、あのなんで私は生きてるんだろう、なんで死んでないんだろう
生きて何をすればいいんだろうっていうのを小学生から考えてる子供でした。そんな小学生いないですよね普通。ちょっと変でしたね多分ね。ちなみにその死にかけたことが何度もあったっていう体験は、はい、生きてる理由探しにつながったっていう、そういうことです。だからなぜ生きてるんだろうっていう疑問を持たずにいられないんですよ。なんであの時死ななかったんだろう、生きて何をすればいいんだろうっていう、だからその存在とか命とか自分と か, だか哲学的な問いですよね。もちろんそんな小学生の時は分かんないんですけど、なんか分かんないけど私何したらいいんだろうっていう漠然とした問いがずっと自分の根底にありましたね。その体験ってあれですか、問題解決とか人を知りたい質問したいとかこうそういうのにつながるんですか、あと勉強したいとか。だから知りたいがあります。真実を知りたいっていう、真理を知りたい、本当のことが知りたいっていう欲求がすごく強いです。だからどちらかというと流行とかに興味がなくて、なんで生きてるのかってもう本質的な問いじゃないです か, だからそれが知りたいっていうところに私の原点はあるんだなと思いますね。だからこの本の中にもね書いてくださってますよね、やっぱりその自分の過去を振り返ること、自分がどんなことで感謝されたのかとか、そういった出来事を振り返ることで自分の強みっていうのが見えてくるんじゃないかって。だから散々やってきましたね私もね。普通死にかけたことっていうのはね、なかなか体験したことないですし、はい、だから1回するかどうか、まあほとんどないですよねそれをね何回もするってちょっと特殊じゃないですか。でも私昔武将茶館っていう番組をやらせてもらってたことがあるんですね。それどういう番組かっていうと、全国ネットのラジオ番組で日曜か土曜の早朝にいろんな会社の社長さんにお茶室でインタビューするっていう番組だったんですけど、そこでねやっぱねいろんな会社の社長さんに会って、ね、思ったのは、みんなめちゃくちゃ頑張ってんですよ。で、なんでそんなに人生頑張れるんだろうって、それをお尋ねした時に多かった答えは、弟さんが亡くなったとか、あとはなんか山登りしてた時に海外で崖崩れがあって、そのパーティーってね、あれみんな集団で山登りするじゃないですか。そうすると自分の一個前を歩いてた人から前の人は全員亡くなって、自分から後ろの人は生き延びたとか、なんでか分かんないけど自分は生きちゃったっていう、その生きるか死ぬかの体験を本人か身近な人で味わった人って、やっぱその強烈に生きるってことを意識するようになるんですよね。そうするとね、生と死ってコインの両面じゃないですか。だから死を強烈に意識するってことは生を強烈に意識するんですよね。その経験はギフトだったなって今では思いますよ。いやもう本当にこれ、けどあっこちゃんの本に書いてあったエクストリームミートエクストリームミートってどういう意味でしたっけ、ね、自分で書いちゃった、まあ、要するにこう両端に振る、両端に振る、はい、極端に振るってことかな、なんか、はいはい、で自分で書いてて、ちょっと忘れちゃった、そういうもんですよね、本当ね、その時いい言葉だなと思って書いてちょっと忘れちゃいました、うん、身近な人が亡くなって僕たちが生きてることの感謝をするっていうのは、はい、僕もあるの で, どうせ生きるんだったら人に貢献したいよって思うじゃないですか、うん、なのでどうせ貢献するんだったら自分の得意なところでやりたいし、うん、相手の求めてるところに貢献したいしってなるので、うん、なのでやっぱその思いはこの本でこう伝わればすごく嬉しいなと。書いてくださってましたよね、その人に貢献するっていうこと、その喜んでもらえるっていうことで自分の強みにつながってくるんだっていうことも書いてくださってましたけど、それもね私やりましたね。自分自身で今まで仕事してきて一番嬉しかった瞬間、誰かに貢献できて、あ、というか結果嬉しかった瞬間を思い出したら人に貢献できてた瞬間だったって分かったんですけど、それ2つあって、1つはラジオやっててプロデューサーさんが高校の同級生のな、まあ、おばちゃんに会ってんって、そしたらその娘さんが登校拒否やってんけど、なんでか分からへんけど西戸の番組を聞くようになって学校行くようになったらしいわ、お母さんめっちゃ喜んでたでって言われたこと、それからもう一つは話し方を教えてて、すごい話すの苦手で心をこうオープンにできなかった人がその教室の中で自分を自己開示できて、すごくその時にその人がキラキラしてたこと、その2つだなと思った時に、私はラジオ DJ とね話し方を伝える仕事ですけどやってきて、
はい、自分の喜びってなんか誰かが輝けた瞬間、誰かがその人の枠を、それまでの枠、学校に行けない自分、自己開示できない自分、その枠を超えて輝いた瞬間をなんか共にできること、そのきっかけを作れることが私の喜びなんだって気がついたことから、実は今やってることにつながってますね。